暗くなってきた頃に、今夜は中神の通り道になっておりまして、御所からすぐにここへ来て、お休みになってはよろしくございません。という源氏の家中たちの知らせがあった。そう、いつも中神は避けることになっているのだ。しかし二条の院も同じ方角だから、どこへ行ってよいかわからない。私はもう疲れていて、寝てしまいたいのに。そう源氏は寝室に入った。このままになすってはよろしくございません。また家中が行ってくる。紀伊守で家中の一人である男の家のことが上申される。中川部でございますが、このごろ新築いたしまして、水などを庭へ引き込んでございまして、そこならばお涼しかろうと思います。それは非常によい。体が大義だから、車のままで入れるところにしたい。と源氏は言っていた。隠れた恋人の家はいくつもあるはずであるが、久しぶりに帰ってきて、方角よけに他の女のところへ行っては夫人にすまぬと思っているらしい。呼び出して泊まりに行くことを紀伊守に言うと、承知はしていったが、同輩のいるところへ行って、父の伊予の神、伊予は大主の国で、官名は助になっているが、事実上の長官である、の家の方に、このごろ触りがありまして、家族たちが私の家へ移ってきているのです。元から狭い家なんですから、失礼がないかと心配です。と迷惑げに言ったことが、また源氏の耳に入ると、そんなふうに人がたくさんいる家がうれしいのだよ。女の人の居所が遠いようなところは夜が怖いよ。伊予の神の家族のいる部屋の貴重の後ろでいいのだからね。冗談交じりにまたこう言わせたものである。良いお泊まりどころになればよろしいが、と言って紀伊の神は召使いを家へ走らせた。源氏は忍びで移りたかったので、間もなく出かけるのに大臣へも告げず、親しい家中だけを連れて行った。あまりに急だと言って、紀伊の守がこぼすのを、他の家中たちは耳に入れないで、神殿の東向きの座敷を掃除をさせて、主人へ提供させ、そこに宿泊の支度ができた。庭に通した水の流れなどが、地方官級の家としては凝ってできた住宅である。わざと田舎の家らしい芝垣が作ってあったりして、庭の植え込みなどもよくできていた。涼しい風が吹いて、どこでともなく虫が鳴き、蛍がたくさん飛んでいた。源氏の従者たちは、綿殿の下をくぐって出てくる水の流れに臨んで酒を飲んでいた。紀伊の守が主人をよりよく待遇するために奔走しているとき、一人でいた源氏は家の中を眺めて、前夜の人たちが階級を三つに分けたその十の品の列に入る家だろうと思い、
その話を思い出していた。思い上がった娘だという評判の伊予の神の娘、すなわち紀伊の神の妹であったから、源氏は初めからそれに興味を持っていて、どの辺の座敷にいるのであろうと物音に耳を立てていると、この座敷の西に続いた部屋で女の絹ずれが聞こえ、若々しい生めかしい声で、しかもさすがに声を潜めて物を言ったりしているのに気がついた。わざとらしいが悪い感じもしなかった。はじめその前の縁の格子が上げたままになっていたのを不用意だと言って紀伊の神が叱って、今は皆戸が下ろされてしまったので、その室の火影が唐紙の隙間から赤くこちらへ刺していた。源氏は静かにそこへ寄って中が見えるかと思ったが、それほどの隙間はない。しばらく立って聞いていると、それは唐紙の向こうの中央の間に集まっているらしい低いさざめきは、源氏自身が話題にされているらしい。